こんにちは、ひらたくチャンネルです。今回は技術動画をやりたいと思います。体重移動の極意、フォアハンド編をやりたいと思います。ぜひ参考にしてください。今回は体重移動の極意ということで、体重移動について、説明していきたいと思います。よく、フォアドライブ打つとき、体重を移動しなさいとか、体重を乗せなさい、まあ、すごい、あ、体重の乗ったいいボールやなとか、そういうことをよく耳にすると思うんですけども、じゃあ一体体重が乗るってどんなことなの、あとは、まあ、どうやれば体重がボールに乗るのっていうのを、まあ、非常にこう難しい部分なので、そこをちょっと細かくやってみたいと思います。まず、体重を移動させて打つときに一番大事なのが、自分の体重が一体どの方向に向いてどう動いてるのかっていうのを、まず自分自身が知る必要があるんですね。なので、それをじゃあどうすれば体重移動してるのかというのを体感できるかっていう、うちでやってるちょっとトレーニングを紹介したいと思います。はい、ではうちでやってるトレーニングを紹介したいと思います。今回はオープンフィンガーグローブ一応安全のためにこれをつけていつもトレーニングするんですけども、それと、キックミット、彼が持ってるキックミット、アシスタントの南崎コーチです、ちょっとやっていきたいと思います。これ格闘技も一緒なんですけど、こういかにこうパンチと一緒で体重を乗せるかっていうのが大事。まあ、普通にこうただ単にパンチをすると、普通にパンチすると、バンバンバン、強い、そんなことない、これ強くないバージョン、ちょっとただのパンチ、これただのパンチで、じゃあ体重乗せるっていうのはどういうことかっていうと、この状態から見といて、はい、うおお体重乗ってる、はい、押されるっす、重いですね。でこの体重乗せる時のポイントが、まあこれドライブの打球点のポイントと一緒なんですけど、要は体が開くと乗らない、遠いと乗らない、近くても乗らない。で一番この自分の体重がどこで乗るのかなっていうのを、まず位置を探す、おお、ここすっていうことは、ここでドライブも打球すれば一番体重が乗る、はい、あとはそれをドライブに応用するとどうなるかというと、まあ、バックスイング取って、まあ、これただのパンチ、はいはい、さっきの要領で体重を乗せに行くと、うお、負けたこの状態で乗せに行く、どうです、これが要は体重が乗ってるっていう状態。おお、全然違う。そしたら、さっきの、パンチの要領を活かして、実際にラケットを持ってボールを打っていきたいと思います。もう最初普通にこう何もただ手を振るだけのドライブで、さっきのあのパンチの要領で体重をグッと乗せにいくと、おお、すいません、あ、下回転も同じように、あ、そうそう、このボールに対してグッと体重を乗せにいく、でそうすると、これがさっきのこうパンチで体重が乗らへん、まあ、よくある通り、
手だけで振る、はいはいはい、これどんだけ手に力入れても体重乗らへん。あとはこうちょっと近かったり、でよくあるのが体がもう開いちゃう、もしくは閉じすぎる、全然体重乗らへん、はい、怖くないですね、ボールにも威力がないんで。さっきの体重を乗せるっていうあの動きをしっかり覚えておいて、あとはその体重を乗せに行く向きをボールに合わせて、例えばそれが高いボールなのか低いボールなのか、あとはそこを角度を合わすだけ。ちょっと体重を乗せに行った回り込みの見本を、いいよいいぞ、はい、そんなに手に力を入れたり、もう目いっぱい体を回すとかじゃなくて、もうシンプルにただにこの体重をボールに乗せに行ってる。そんなに振ってもないですもんね。そうそう。で、そうすると体重が乗る分もちろん食い込むインパクトの力も違うし、回転量も違うし、はい、そんだけうわっ重たいボールやっていうボールが打てるようになる。はい、私まずはあのミット打ちをできるだけたくさんして、どうやったら自分の体重が乗るのか、相手が吹っ飛ぶのか、もうそのポイントだけをまずは掴む。あとはそれをスイングに置き換えていく。そうすると比較的どういうふうに体重が流れてるのか、どういうふうに乗ってるのかっていうのが、あのパンチをすると分かりやすいから、打った時に、まあ、体重が乗ってる感覚が体感しやすい、はい、なのでぜひやってみてください。以上です、以上体重移動の極意フォアハンド編でした。ぜひ皆さん、試していただけたらと思います。ありがとうございます。